お願いします。はい、左の麻痺がある想定でいきます。で、左麻痺がある状態で、股関節の歩行周期時の伸展層が作れない、この状態があると必ず今の現状を見てもどちらかです、体幹が前に崩れるか、股関節が曲がらないことを代わりをしようとして体幹を起こそうとすると今現状膝が曲がるか、どちらかの状態を使ってこの股関節っていう状態を伸展を作らないようにカバーして歩くことになります。なので右を出す瞬間、この伸展がないパターンの時はかなり重心が下に下がってしまうんですね。なので、踏み出す瞬間、右足は遠方に出るんですけど、左足を設置した瞬間、この沈んだ動きっていうのが進展がないことによって、実際の踏み出しというのはこの進展層でここの圧を作って伸長性を出した状態を飛ばすというような感覚で通常は踏み出します。ただこれが作れないっていう現状ということは、股関節屈曲、分かるんですか、ここがまっすぐに伸びた状態で、はい、体こう反り返るような感じでぐーっといって前に出て左足が出て、はい、で今度右足が出る。そうです、そうです。今の場合は、左足は曲がってるけども、曲がってしまってるから体重が乗らずに、そうです、キックしようと思ってもできないんで右足が前に出ない。その通りです。なので股関節が曲がってしまっていると結局は右に乗せて上に持ってくるしかないですよね。持ち上げるって動作に入ってしまうんです、はい、でこれをまずなくすために股関節の、伸展層をまず作る練習をどんどんしていきましょう。こことここですね。ここと、そうですね、ここ、うん、ここだけでいいです、なんで覚えておいてほしいのは、ここを伸ばそうと意識すると、うん、無意識的な問題なので、ここがもう伸びない状態だと膝が曲がるか体幹が曲がるか、どちらかが作用します。後で歩行動画も見ていただくと分かると思うんですけど、最初は膝が曲がってる、うん、で後で意識しようとすると次体幹が曲がってる、うん、っていうような状況が起こってます。後で参考に見てみてください。はい、了解。